皆さん、もうこの景色、後ろ見え、映ってますかね、この画像。ちょっと画像だけま撮ってもらっていいですか。ここはどこだと思いますか。なんと、サンディエゴの海沿いのですね、で高台の山のもう頂上に近いところですね、ラホヤというところですね。もうそこのですね、この抜群の眺望、もう何も言うことないですね。の今バルコニーから撮影してます。もう私の顔はいらないねこれね。これもう私すごいしか言えないんですけど、もうちょっと具体的にですね、エージェント現地のエージェントさんに景色ですね。景色やっぱり全貌できる。これで195万ドルだから、まあ、2億ちょっとですね。そうですね。そんなに高くない、くないですか？いっぱい高だと思います。そうですよね。いや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 。これ貸しても。大体100万ぐらいですかね。100万で稼ぐ。はい、月。うわぁ。何人が住むの？何人が住むんですかね。外国人も多いんでしょうかね。外国人多いですね。やっぱりね。すごい。まあいや、もう、あれですね。地球に生まれてよかったかね、これ。本当に。すごいな。ダウンタウンっていうのはどういうことですかね、この地方の都か。まあそうですね。大体役所があったり。ああ、それは。はい。裁判所があったり。下町みたいな意味じゃなくて、下町っていう意味でもあるんですけど、まあそれよりも。うん。え、近くこれ、どうやったら買えるんですか？どうやったら買えるか。F 銀行で回してください。F 銀行。F 銀行。でもこれで195万ドルってことはですね、はい、2億1000万ぐらいですね、はい。で、これって僕、今最近ですね、世界の2億円、3億円ぐらいの住宅見まくってるんですけど、はい、これね、お買い得。お買い得。いや、ね、なんつったらいいんだろう。これが2億か、これが3億かっていうのを見てる私からすると、僕からするとですね、3億ぐらいかなっていう感覚でもあるけど、まあ、土地が斜めだったりするんで2億なんでしょうねって気はしないでもないですけどね。土地がないからね、あんまりね。いらないですね。うん。だから、上のベランダと、ここをうまく使ってやってるので、でもそれでも2億で買えるんだったら、もう2億も3億も一緒じゃない？という感覚になる中でいけば、2億円のゾーンに入ると、すごく、いい物件が買える中では、いや、いきなりもう、あれって意味じゃ、出会っちゃったみたいな。出会っちゃった、ね。いや、理想の女性に出会っちゃったみたいな。もう、虜ですね。だから、どうやったら買えるかは、お金があれば買います。お金があれば。はい。それは、でも月100万円で貸せるって。月100万。うん。ああ。貸せるぐらいですね。すごくない？そうですね。普通2億円ぐらいのやつって70万円ぐらいだっていう感じで、今。これ捉えてる中で言うと、まあ多分ね、そういう特殊なニーズとか、エアビーもできるんですね。エアビーができるってことは自分も使えるってことですよ。あ、本当や。エアビーと。もう彼は任せとって OK なんですか？大丈夫。大丈夫ですよ。ほら。おで自分の、今日俺が行くからっていう日は、まあ、稼げないけど、はいはいはい、違うんで稼げる。それは友達とかにこう。で、自慢。ね、楽しんでいただいて、それがビジネスでも2億円戻ってくるから、間違いなくここに連れてくれば、もうここでしょ。そっか、さっきのあれやめて、こっちの方がいいですか。あ、もう手付きしたんです。あ、追加ですか。追加ありがとうございます。もうだってとりあえず3ぐらい言っといたらいいじゃないですか。そうですね。でまあどっちかになると思いますよ、多分ね。でもね、夢を見るかで、うん、これが買い上がるということです。